おはようございます。速稼塾の久保です。いや、今日はね、サブチャンネルからのお届けになってしまいました。まあ、速稼塾の毎日配信、まあ、メールの方でね、URL をさせていただいている方はご覧いただけると思いますけども、このライブ放送に、まあ、切り込んでくる方ってなかなかね、いないんではないかなと思います。やっぱり今日から突然ですね、こういったサブチャンネルに移行して、まあ、簡易よくね、サブチャンネルの方に、アクセスしていただける方っていうのはなかなかいないんでね、今日はちょっと、無人でお届けする久しぶり、あ、一人いますね。一人来てくださいました。ありがとうございます。まあ、無人でお届けするような状態になるかなと思いましたけども、おかげさまで、なんとか、ライブ放送の参加者さんいらっしゃる状態ということでございます。で、ちょっと今ね、後ろの方に、ボールプールがあるでしょ。大和くんのためにボールプール作りました。ついに。自宅に。まあ、何でもかんでもね、こうやってできるといいなと思いました。そして今日お話したいのはね、速稼塾10年目にして再スタートというね、その覚悟を皆さんにお伝えしようかと思います。まあどういうことかっていうと、今まで速稼塾っていうのは、一つの YouTube チャンネルだけでやってきたわけなんですよ。でも今回2回目の制限を10年目にして食らいましてですね、もう1回、何か、規約違反が見つかると、それでアウトなわけなんですよね。相川さんおはようございます。今日はサブチャンネルからです。アクセスありがとうございます。昨日もご参加ありがとうございました。お疲れ様でした。で、まあ、YouTube をね、最近始められた方っていうのは、これから希望に燃えてるところだと思いますけども、私はもう YouTube10 年やってますんで、これが急にまたなくなるとなると、やっぱりこれダメージってでかいんですよね。一見ダメージはでかいんですけども、でも私はね、もう今、新しく希望に変えてます。YouTube に依存するんではなくて、YouTube は使うんだけども、でも YouTube に依存せずに、YouTube のアカウントがね、いくつ壊れても大丈夫な状態に、これを機会にしようかなと思う。50での再出発でございます。まあ正確にはまだ50歳になってないんですけども、50歳になるまでには、速稼塾は新しい形で皆様のところにお届けできるようにね、本当に不動のものにしたいと思ってます。具体的には、有料の動画サービスっていうのがあるんですよ。これは Vimeo っていうところなんですけども、Vimeo っていう有料の動画サービスで、コンテンツを作りましてね、それを皆さんにお届けしようかなと。で、取っかかりといいますか、最初の出会いっていうのは、この YouTube のね、ライブ放送ですとか、通常の無料動画でよろしいかなと思うんですよ。で、現在ね、有料でご購入いただいた方へのコンテンツも、この YouTube、人同じチャンネルでお送りしてますんで、まあ、アカウントがね、こう、何か事故があると、プラスアルファで動画が出せなかったり、動画そのものが視聴できなくなるっていうリスクを抱えてるんですよね。まあ、現在、リアルタイムで販売してるものがありませんので、まあ、特にね、今、YouTube がいきなり壊れても、迷惑をかかることはないと思いますが、まあ、それぞれね、私のコンテンツをお持ちの方は、ダウンロードして、ローカルに保存しておいていただければと思いますけども、どうしてもないようでしたらね、また、再講義を作ってお送りすることもできるんで、そこはご心配なくということでございます。さあ、それでですね、50歳を境に、新しく、速稼塾っていうのを構築するときに、まあ、時に過去を捨てていかなくちゃいけないかなと。今までの YouTube 依存の、速稼塾は、まあ、切り離してですね、また新しい形で皆さんとお付き合いしていこうかと思っております。で、変わらぬね、お付き合いをしていただければ幸いでございます。現在私のチャンネル登録者数1万4000人ぐらいいらっしゃったんですけども、どうしてもね、もう一回1万人のチャンネル登録を作れと言われましたら、また10年かかりますんで、まあ10年もかかんないと思いますけども、まあ3年ぐらいでできると思いますけども、これから、YouTube チャンネルを強化して、またね、YouTube を中心に稼いでいこうかっていうエネルギーまではまだないんですよ。もう今まで出来上がった資産でもって、あとはね、もう本当の隠居になるかもしれませんし、YouTube でガン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 ね、商品売っていくってことはなくなるかもしれませんね。あ、ノクさんもおはようございます。はい。YouTube ね、まあでも、こういうのはね、無料のプラットフォーム使ってる以上ありますし、まあ私は有料で使ってるんですけども、でもこういうことになりますんで。まあ、私、これからもね、攻めていきますんでね、かなりね、危ないこともやる。カツカツの状態、もう本当に、なんですかね、崖っぷちを突っ走るつもりでやってきましたんで、そこは、今まで通り、リスクを抱えながらやっていくかなと。まあ、私たち、普通の人がね、リスクを許容せずに、大きく伸びることはありませんので、先日も、ファーストペンギンっていう話をね、ノックさんとさせてもらいましたけども、ファーストペンギンってね、必ず、いい思いをするわけではないんですよ。ファーストペンギンのほとんどは墜落して死ぬんですよ。でも、ファーストペンギンで行かざるを得ないと思います、私たちは。安全に傷一つなく成功することはないんですよ。
時には知名度を浴びながら、で、掴んでいくんですよね。血みどろの勝利なんですよね。まあ、それがネットビジネスで成功するってことでもありますし、FX で富を掴むことだと思います。おそらくね、体のエイダのプレセールに参加した、まあ、ノクさんにしても私にしても、他の方も同じ時期、暗号通貨のいろんな、ICO に関わってるんですよ。みんながファーストペンギンだったんですよ。でも今、君臨してるファーストペンギンは誰なのかっていうと、ノアコインでもないし、スピンドルでもないし、クローバーコインでもないでしょ。それぞれがファーストペンギンだったわけですよ。でも今、いなくなっちゃいましたよね。だから私たちは、たまたまファーストペンギンとして、ノクさんと一緒にバーンと飛び込みました。そこには、岩もなく、アザラシみたいな、ペンギンを食べるね、動植物もなく、なんとかこう、泳いで、あったかいところにたどり着いて、新しい陸地で、美味しいものをむしゃむしゃ食べてるって感じなんですよね。はい。ノクさん、どんなビジネスや投資にもリスクはありますからね、ということでございます。はい。リスクを避けて成功することは私たちはできませんよね。だからね、これからも片手、片足はなくなるかもしれませんけども、突っ走っていこうかと思います。まあでも実際に、このね、情報発信ビジネスで大怪我するってことはないんですよ。せいぜいアカウントが止まるぐらいなんで。うん、鼻血も出ないでしょ。だから大胆にやっていこうかなと私は思いますよね。ただ今回ね、制限を受けた動画って、どこに何があるのか全くわかんないんですよ。いつものパターンですけども。この動画はちょっとダメですよって警告されたんですけども、具体的にどこがどうダメなのかってことは全く知らされないんですよね。で、動画見ていくと、何も悪いとこねえじゃないかみたいな感じなんですよ。その動画ではね、なんか、誰のために何をするのかみたいなことを語ってるんですよ。自分のためにやるのか、人のためにやるのか、どういうふうにして自分の気持ちを持っていくのかみたいなね。そんなことをやっていたんですけど、それがダメということで、うん。まあタイトル的にはね、どうだったのかなと、言ってくれないというのは困ります。AI で自動で弾いてるんですよね、きっとね。でもね、その、再審査の請求ってできるんですよ、一応。ところが今までね、再審査の請求をして、いいことがないんですよ、あんまり私の耳に入ってくるのは。再審査請求したら5分後にアカウント停止みたいなね。問答無用のパターンが大体 Google ですから。だからまあ、ここはね、そのうちなくなるだろうと。10年間 YouTube ありがとうみたいな気持ちでやっていこうかなと思います。はい。ということで今日はね、短いんですけども、そういった形で今日はライブ放送を終わらせていただきます。皆さんね、まだ YouTube チャンネルを育てて、YouTube で稼いでいこうとしている方もいらっしゃると思いますけども、YouTube で稼ぎ切った私が、こうやってチャンネルをね、放棄することを、もう覚悟してるわけなんですよ。で、始めたばかりの方は、ガンガン攻めていってね、まだまだ行動が全然足りないぐらいですから。で、もう1万本、2万本というふうな動画を撮ると、時にはね、途中の YouTube の利用規約の変更で、修正が間に合わない動画っていうのもあるんですよ。そもそも1万本の動画をチェックできませんからね。だからもう、私半分諦めながらやってますから。それこそね、10年前に全然 OK だったものが、今はダメみたいなのもあるわけですよ。うん、表現の、こう、だんだんね、厳しくなっていったりとか、ありますんでね、うん。だからね、最近だとね、ヤマト君の動画とか上げてるんですけども、あれが自動ポルノに当たるんじゃないかなっていうふうな疑いも持ちながらやってるわけですよ。そのぐらい慎重にやらないといけないとなると、もう、あまり面白くなくなってくるな、というところなんで、これからの戦略はですね、すぐに始めるわけではないですけども、YouTube は無料動画専門でやっていこうと思います。で、アカウントが閉じられたらまた新しいアカウントを立てて、そこでまた YouTube の放送していくとか、あと Twitter の方でやっていくとかね、Instagram なり、ブログなりで、アクセスを呼び込んで、で、そこで私の速稼塾という有料コンテンツのご購入いただいた方だけに、速稼塾の中のコンテンツをお見せしておこうかなって感じですよね。まあ今はね、速稼塾にご参加いただいてない方でも、たまに限定公開動画っていうのが見れたりするんですよね。うん、まあ、それはどんな仕組みなのかわかりませんけども、なんかそんな怪現象も起きてるわけなんですよ。うん、まあ、そういうのが嫌ってわけではないんですけども、まあ、とにもかくにも YouTube 依存をね、やめて、まあ、今、日本がやってるようなロシア依存とか中国依存、やめるみたいな感じですよね。自国内で、うん、大体のものが生産できるようになるといいですよね。だから、今日の動画の結論なんですけども、一人で稼ぐというテーマでやっていながら、結局は YouTube というプラットフォームに依存している姿もそこにあるし、SNS っていうものに依存している姿もあるし、Twitter ってものにもね、やっぱりお願いしないといけないし、
さまざまなものに囲まれて、やっとこさ、一人で稼ぐという上積みを取っているっていうのが、あの、一人企業の現実ではあるんですよ。ですので、これからもね、あの、いろんな方にお世話にならないといけないってところは変わりません。で、お世話になっている以上、そういったところにも利益の提供と、あとはね、気に障らないような放送発信に努めていかないといけないかなっていうのが今日の結論でございます。はい、ノクさん。会社は変化するもの、人は変化するものとして変化に耐えられる自分を作るのが大事ですね。そう、変化に対応できる会社や個人が生き残る。うん。これはね、恋人関係とか家族関係でも言えることなんですけども、家族も人ですからね、恋人も人ですから、最初の頃とはお互い変わっていくわけなんですよ。で、その変化がお互いを許容できる愛情で包まれているなら問題ありませんし、変化した結果、同じ方向に変化してるんだったら何の問題もないんですけども、大体変化とか成長っていうのは、自分が望まない方向にお互い行っちゃいますんでね。まあ、例えばこういう例があるんですよ。一生懸命、働いていたお父さんがですね、定年退職しました。よし、これからは奥さんと一緒に二人の世界を作っていくぞ、楽しんでいくぞっていうふうに定年退職を迎えるわけですよ。でも奥さんはずっとご主人をね、支えている、まあ、家計を担っている、担い手としてですね。やっぱ自分の世界も作っておかないと、どうしても家庭の主婦っていうだけではつまんないよねってことで、自分の主婦のコミュニティとか作るわけなんですよ。そうすると、定年退職して自由になったお父さんに対して、奥さんの方はもう自分のコミュニティがありますから、なかなかね、旦那さん付きっきりってわけにいかないんで、その主婦のコミュニティにたまに行ったりするわけですよ。したら、旦那さんがポツンとするみたいな感じで、あ、せっかく自由になったのになんか一緒にいらんないよねみたいなことで、相互が起きてきて熟年離婚みたいなこともありますんでね。うん、だから変化っていうのは、絶対起きるというふうに、世界的な変化もあるし、自分の変化もあるし、周りの人の変化もあるし、そこに不満を鳴らしてもしょうがないかなってところなんですよね。そう、トヨタもね、そうなんですよ。旗織り機だったんですよね。で、これからもあれでしょ？もしかしたら、何？火力発電から、再度原子力発電になるかもしれませんし、もしかしたら、電気の消費は我慢していこうねってことになって、我慢文化になるかもしれませんしね。はい、ノクさん、そうなんですよ。速稼塾もね、最初の頃とは全然別物です。最初は、本当に自己アフィリエイトだけを教える教室だったんでね。本当に、1年目っていうのは自己アフィリエイトしかやってなかったんですよ。だから、自己アフィリエイト以外のコンテンツなかったですから、それはシンプルでしたし、まあ、YouTube に目をつけられることもないですよね。で、すごくわかりやすかった。受け取る方も送りする方もですよ。で、チャンネルも分かれてなかったですしね。で、塾生さんの動画に対してなんかこう、コメントをつけて、また再動画を作るみたいな、返信動画のやり取りみたいなこともなかったんですよ。で、2年目から暗号通貨のこともやり始めたりとか、で、転売もやり始めたりとか、チャンネルが増えていってね。それから漫画解説やったりとか。で、最近はヤマト君のことやったり、ナイトライダーやったりとか、セルシオ令和物語やったりとかね、チャンネルがどん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 増えていって、それを一つのアカウントでやったっていうのが、まあなんか問題があったかなというところですね。時代に対応してきた久保さんは最強です。いやー、本当にね、これからもね、小さな世界での最強を作っていきたいと思います。まあ世界を広げるとね、とてもじゃないけど最強にはなりませんので、このちっちゃい、コップの中の最強をね、作っていければなと思います。まあ私が、やっぱこう、住みやすい世界っていうのは、これ両手を広げて、このぐらいの範囲なんですよね。うん、まあその中でこうやってね、ノクさんや相川さん、その他皆さんと共に過ごしていければいいかなっていうところでございますね。まあ小さな世界で大きくなりたいっていうみたいな感じですか。身の丈に合った高さとかっていうのがありますんでね。思えばね、やっぱ YouTube の投稿数が2万本くらいになりますけども、2万本も積み上げていくと落下した時の怪我が大きいんですよ。ですんでね、時にはリセットして平らにして、ちっちゃいところからまたやり始めるみたいなところが、私にはまあ、身の丈に合ってるかなっていうところと、もうフェーズも過ぎましたんで、バリバリ稼ぐフェーズは私終わりましたんで、こっからですね、人と人との付き合いをもうちょっと広げていくというよりも濃くしていくっていう方にシフトできればなと思っております。はい。あ、清美さん、おはようございます。昨日から母の介護デーで、ズーム対談も途中からになりました。いやー、清美さん、本当、お疲れのところありがとうございます。そして今日もライブ放送に来ていただきまして、サブアカウントからのお届けになりますけどもね。もしかしたら私の YouTube アカウント自体がメインチャンネルがこれからね、いつ突然なくなるかもわかりませんので、しばらくはそういう放送になっていくのかもしれませんね。で、あと私のやり方もこの10年、速稼塾10年やったところ節目にですね、大きくバージョンアップリニューアルしていって、本当の意味でね、
隠居 TV にしていこうかと思うんですよ。なんかマニアックだけども、すごく濃く楽しくいけるようなやつね。もう一時期みたいにドカーンと広げて、たくさんの人にいっぱいセールスしていくんだみたいなフェーズはもうとっくに終わってますんで。もう本当にマニアックにマニアックに。FX の相場解説も当初みたいに何百人とかね、千人単位で見てるようなものではなくて、今本当に数十人と一緒に考えていけるような、その代わり勝率むちゃくちゃ高いんで、私なりにこれうまくいったなと思ってますね。で、FX の記録はもうずっと取ってますし、もう私ね、同じ講義が何回でもできるんですよ、もう。だからもう、なんていうんですかね。新しく FX のチャンネルを作るときには、相場解説をしながら、詳しく知りたい方に対しては、まあ、個別動画をいっぱい作っていくみたいなね。懇切丁寧なやつもやっていけるんじゃないかな。これも人数が少ないからできるんですよね。10人からお問い合わせいただいても、10人に対して返信ができますんで。一時期みたいにね、毎日ね、やっぱり100件近くのお問い合わせがあったらもうどうしようもないんでね、100件ともなると、まあ一日中私のパソコンの前に張り付いてることになっちゃって、一体何のために10を目指すのか分かんなくなっちゃいますね。やっぱこう、数人とか十数人と、なんか濃く深くやっていくのがいいかなと思います。そういう意味で言うとね、やっぱり YouTube って一時期はブワーッとね、再生数広げたりチャンネル登録増やしたいんですけども、どっからかものすごくね、ちっちゃくしたくはあるんですよ。で、それが私の今のメインチャンネルの姿なのかなと。チャンネル登録は1万4000人もありますけども、それぞれ再生数はね、もう100以下なわけですよ。だからいろんな、カテゴリーで放送してますけども、ナイトライダー見に来る人も、まあ、数十人だし、それから FX を見に来る人も数十人だし、で、速稼塾の隠居 TV 見に来る人も数十人だし、ヤマト君見に来る人も、まあ、数十人だしみたいな感じで、数十人グループがたくさんあるみたいなね。ちっちゃいコミュニティを統括してる隠居 TV なのかなっていうところなんですよね。で、これからもうね、新しく放送の方を改めるときに、もうちょっとちっちゃくね、やっていけないかなと。うん、特に今暗号通貨の放送っていうのは私ほとんどしてませんので、暗号通貨のときに、カルダノエーダのね、時とか、ICO の崩壊の時とか、私の動画にアクセスしていた方、あの頃との付き合いっていうのはだいぶ弱くなったと思うんですよ。うん、ICO の暴落にどういうふうに、こう、付き合っていくかみたいな動画結構出しましたけどね。あとは、あれですよね、持続化給付金みたいなやつもありましたけども、まあ、そういった給付金の時にも2000人ぐらい増えてくれたんですよ。これが去年の話だと思いますけども、今給付金の話全くしてないんで、多分その時登録したのを解除してないだけだと思うんでね。で改めて、速稼塾ってのは何百人ぐらいのグループなのかなっていう風な感じですよね。今サブチャンネルっていうのはまだ500人も登録者いませんから、でもこれが本当の姿なんですよね、きっと私にとってみて。で、ここから500人からまたね、1000人、2000人目指すというよりも、500人が300人に減っても、減った分だけものすごく濃い付き合いをしていけるんではなかろうかと思ってますね。ノクさん、ファイヤーのオープンチャットに参加しているんですが、うん、参加ではほとんどが一つの分野でしか結果を残していない人です。おお、そうですよね。すべての分野で結果を残していくことはやるんですけど、いやー、とんでもないです。いや、本当にね、すべての分野っていうことではないんですけども、その時その時、一番ブームだったものとか、自分自身が伸び込んだものによって、まあ一定の成果を出して、ちょっと移り、変わってきたっていう形ですよね。一番最初はアフィリエイトだったんですけど、今はアフィリエイトほとんどやってませんからね。で、YouTube にものすごく力を込めた時もありましたけども、まあ今 YouTube がそんなにね、メインと言ってはメインではないです。どちらかというと今 FX がメインになってますからね。それから一時期は、まあ J コスメの放送もかなり濃くやってたと思いますし、ライブ放送やってね、何十人も来てくれたとかね、何百人も来てくれた時もありましたけどね。それからまあ、何か他に何かあったかな。転売とかもやりましたね。カメラ転売教室とかもやりましたけども、あの時もね、カメラ転売にものすごく集まってくれたりとか、体の枝の放送もしつこくやった時があって、その時をきっかけに速稼塾に入りましたって方も結構いらっしゃってね、リピさんとかもそうなんですけども。なんか体の枝を広めたのは、俺の力だぐらいのね、そんな勢いでも持ってた時もあったんですけども、まあそんなことはないですよね。はい。まあこれからもね、皆さんとはしっかりとした付き合いをしていこうかと思いますし、動画がもし仮になくなっても、私の脳みその中に残ってるノウハウがなくなるわけでは、まあ、なんでもないんで、ただまた一つ一つ動画を最初から積み上げていこうかなと思ったら、まあ、ちょっとこう残念な気持ちもありますし、でも新しい山登りをする気持ちでね、なんかリフレッシュするところもありますよね。まあ、今度、チャンネルを運営するときは、なんかどっかから持ってきたね、なんですか、違法動画とかじゃなくって、勝手に人の画像を切り取ってくるやつじゃなくて、もうちょっと柔らかくね、大切なことでやっていこうかなというところでございます。うん、やっぱりなんかこう、これは危ねえだろみたいな動画も結構ありますんでね。人の動画をクリップしてきたものとかね。清美さん、先生のインターネット歴史はすごい方ですね。ああ、おかげさまでね、やっぱこう、インターネットのビジネスが、
ものすごく膨張してきたときに同時に私も参加して一緒に乗ってきたって感じなんで、上りのエスカレーターに乗ってきた感じなんですよ。で、これからはインターネットを関連とする業種っていうのもかなり専門的になってますので、本当にですね、下積みを勉強して、それから取り組んでトレーニングしてっていう形なんで、ノリでうまくいくって時代は過ぎたと思うんですよ。ただその代わり、ノリでうまくいくだろうと思って参加しているほとんどの人はすぐに退場していきますので、ちゃんと学んでいくんだったら成功はしやすいと思いますよ。頼もしいです。ありがとうございます。相川さん、速稼塾頼もしい。頼もしくいきます。相川さんの気持ちに応えるために私はね、これからもますますバージョンアップしていきますよ。そしてね、一つの節目として、50歳から始めるインターネットビジネス。ね、こういったもので、また新しい牙城を築いていきたいなと思います。うん。だからこれからね、50歳以上の方に向けた発信がメインになるんではなかろうかと。うん。で、しっかりと40代全部はね、私ね、このインターネットにぶち込んできましたんでね。すべてをなくしても、この YouTube を中心とした速稼塾インターネットビジネスに、この10年間は費やしてきましたんで、その下積みがあってからの50歳からの再スタートですから、ちょっとやそっとじゃくじけませんよってことでございます。まあ2万本の動画がなくなったりとかね、10年の YouTube の投稿がなくなったりとかしても、さらに強い、さらに根性を出した50歳からの新しいスタート、これが切れるんではないかなと思って今ワクワクしております。ですので今から始める方は別にね、数万本の動画がなくなるわけでもないし、10年近くの経験がパーになるわけではないんで、逆にね、これから積み上げていく楽しさを一緒に味わっていければなと思っております。それでは今日は以上でございます。ありがとうございました。ロスタイム。ね。最後ですけども、ほら、部屋の中にボールプールができました。ね。この動画も本当はね、メインチャンネルでお知らせしたかったんですけども、サブチャンネルでの投稿になります。ヤマトくんがこの中でね、寝転がったり、ボールを投げたりして、すごくね、楽しんでくれました。なかなかね、この自宅、床の間があるところに、この画像ってのはなかなかないでしょ。これね、いや、どうですか。身長180センチの私が横たわっても大の字になれるというね。これがね、2メートル70のプールなんですよ。縦幅2メートル70。なかなかないですよ、これは。家族4人でも入れますからね。まあ、お風呂より大きいプールですよ。大きな赤ちゃん。はい、最高の50代作りましょう、ノクさん。最高の50代。体のもね、なんか、300円とか500円ぐらいになってくれればね、もっとハッピーなんですけどね。規制が追いつく前に体のを全部決済して日本円にしときたいですよ、私は。まあ、細々と決済していったら規制の方が追いついてどうにもならなくなるかもしれませんけどね。はい、まあなかなかこれもいいでしょ。おかげさまですよ。この10年間、YouTube を通じて速稼塾を運営してきて、もういろいろできるようになりました。本当にありがたいと思ってます。これからますますね、この10年間のエネルギーを視聴者さんの方にね、速稼塾の塾生さんに、もう10倍返し、100倍返しで恩返しできるように努めていこうかと思います。まあ、その前にはね、YouTube のアカウントが制限食らったりとか、アカウントが仮にバンされても、全然へっちゃらですよ。うん。やっていきます。じゃあ、いってらっしゃい。お、清美さん。すごいわ。室内でやりますね。我が家娘のために昔は庭に幼稚園と同じ組み立て式のプールをおじいちゃんが設置しました。ああ。さすがですね。でも清美さんのあそこのスペースだったら、ほんといろいろできますね。なんかその、アメリカのフロリダのなんか別荘地みたいな、環境ですもんね。清美さんのところは。ね、たこ焼き屋をこう、ね。寄らせてもらいながら見上げるとあれなのかなと思って、ちょっとやっぱ羨ましい気持ちがしますね。まあそれぞれの幸せ掴んでいきましょう。ありがとうございました。